はい、皆さんこんにちは。今日はですね、前回に引き続いて今回はアニメーションを動かしてみるというものにチャレンジしたいと思います。キーノートを使ってですね、そういったアニメーションを使って動画のオープニングもしくはエンディングをね作ってみようというものです。はい、ではですね、早速行ってみましょうか。画面の方に移り変わります。それでは行ってみよう。はい、ということで画面の方に、来ました、ここではですね、まずキーノートを出して、あらかじめね、準備をしていました。こちら、まずね、早速なんで、まずは完成の方をね、見てみましょうか。完成の方ですね。はい、この状態、何もない状態。この状態はですね、ブルーのベースを効いた背景、そこからアニメーションが飛び出てくるという形です。では行きますね。はい、まず名前が出てきて飛行機が飛んでいくというものです。はい、これだけなんですけどね、これを作っていくにはどうするのかということです。では1枚目のね、この3番の、これがね僕の作ってるやつですね。もう同じです。で、あとはねもう皆さんの方が、センスはいいと思うんで、もっといいのができると思いますけど、こちらの方ですね。まずね、ここ結果的にはこの飛行機がこっちに飛ぶような形なんですけど、これ2枚のスライドを作る形になります。ページを作るような感じですね。で、実はですね、ここにちょっと今ね見えないんですけど、フォーマット、今ねここにあるんですよ、実は。ここですね、ここに。これ不透明度、この不透明度っていうのが 0% になっています。なのでこれを 100% にするとこうなる。なのでね、突然のところから嫌な場合はこういう感じで、初めに不透明度を設定しておく、もしくは100% にしておくということですね。100% にしておいて、ちょっと小さめにしてます。もっと小さくしてみましょうか。よいしょ。これがね、うまくこれをもっと小さいね、こんなちっちゃい飛行機が大きくなっていくという形で、これで再生をしてみますね。ここにね飛行機がありますね。はい、じゃあクリックしました。まず名前が出てきてギューンと大きくなるという形ですね。はい、これは、まず1枚目のスライドを作ります。1枚目のスライドを作って自分の配置したいテキストを入れる。あとは図形を入れるですね。例えばこの図形をね、こう入れて、開始点をまず決めるってことですね。開始点を決めてあげる。で、この状態でコピーします。この3番をコピーペーストですね。コピーして、ペースト。そうすると、これがねマジックムーブというものを使います。で、この状態で効果をね、どういうふうな効果をするのかっていうところを次のスライドにこうあらかじめ決めておくってことですね。で、ちょっとこう薄くして文字をね上の方に持ってきたいんで、文字を選んで最前面に持ってきます。そうすると、赤のね下にこう文字が入るような感じですね。はい、こんな感じでしょうかね。色が悪いですね。のが悪いんで、はい、これで良くなったかな。なのでさっきのこの飛行機が、この飛行機ですね、この飛行機、今の状態同じ飛行機の大きさなんで、またこれをこっち側に持ってきて大きくします。大きくして配置をするという形ですね。でマジックムーブをやるときっていうのは、この何も選んでない状態でアニメーション、トランジションの中からですね、トランジションを追加っていうのが出てきます。そこでマジックムーブを選んでいただくと設定ができます。はい、じゃあね、ちょっと見てみましょうかね。ジューン、おっと、こういう感じですね。はい、これがね、全部こうなっているっていう形です。この場合さっき文字が後から出てきましたよね。文字と、この黄色のねベースを一緒に出したい時は、まずね効果をかけたいやつは今どういうふうになっているのかっていうのは、このビルドの順番っていうところを見ると分かります。ビルドの順番で、フライインという上からね来るやつ、これですね。これを、これいろんなところからやります。ランダムにワシャワッと集まってくるもの、見てみましょうね。これが見えづらいんで、もう一回こういう感じでランダムに。上から来る場合はこういう感じですね。はい、で、このベースですね。ベースの方、なのでね、このビルドの順番っていうものを、よく見ておいてください。大体はですね、このビルドの順番をいろいろこう変更していくと順番が変わっていくんで、これでね作ってみてください。まあね、先ほども言いましたけど、皆さんはねもっとこう凝った形で作ることもできますし、まあ、簡単な形でもできますしね、ちょっとしたね、ものを作ればこうなんとなくね見栄えがするような感じになるので、こういうのを作ってみてはいかがでしょうかということですね。で、実際にですね、またこれ書き出しをしなければなりません。その前に再生のスライドショーを録画、これ前回の動画の方でもご説明しましたけど、これを、まずスライドショーを記憶させて、そのスライドショーをムービーで書き出してっていう形です。でムービーで書き出したら、このね再生のところにこう記録を消去っていうのがありますので、この記録を消去しといてもいいです。はい、ではねこんな感じで、今日はアニメーションをねマジックムーブで動かしてみようでした。それではね次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。